はい、本日はですね、こちら10万人の盾が今まさに届きましたので開封していきたいなというふうに思います。ということで、本当に長かったですよね。もう3年間かかったということで、もう地道な道のりやってきました。もう時にはね、寝癖を晒してみたりだとか、時にはパンツ一丁なってみたりだとか、時には極寒の雪の中にね、検証させていただいたりとか、もういろんなことをやってきました。そして僕はようやくこの10万人の盾をね、手に入れたということなんですが、人によったらですね、 YouTube というのは実力社会になっておりますので、早い子は小学生の子供とかでも100万人突破したりしております。しかしこの32歳のおじさんはですね、ようやく3年がかりで到達することができました。何度も言います、寝癖も晒します、寝起きも晒しております、メガネも鼻水も出した状態で全てをさらけ出してようやくね届きましたんで、こちらを開封していくということで、本日の流れとしてはですね、まずは盾を見ていただきましょうということで、皆さんのおかげでこの盾が届いておりますので、皆さんと一緒に見ていただくと。でその次に今年のね、企画っていうのもね、同時に発表したいなと思いますので、今年の企画を発表して終わりにしたいなと思いますので、まずはじゃあ開けていきましょう。本当はね、嫁がね、見たいって言ってたんですけどね、嫁はちょっと今出かけておりますので、もう仕方ない、こういう時はね、もう待ってられへんから開けちゃおうということで開けていきます。銀の盾ってね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、 YouTube Japan から来るんじゃなくてアメリカから来るんですよ。だからね、ヤマトの兄ちゃんがね、なんか海外から届いてますけど、これ何ですかって言われて、なんなのそれ、あ、銀の盾やと思って受け取ったんですけどもね、開かへんな、全然これどないなってんねん。あ、危ない危ない、破るところやった。うわー、なんか入ってるぞ、スポンジみたいなのが。そしてこれを開けると、せーので、オープン。なんか英語の書類が届いてて、 YouTube からもなんかお礼みたいなね、全部英語やからなんて書いてるか全く分からへん。ただなんか表彰してくれてるのなっていうのは分かりますけども、あると。うわ、出ました。うわー、銀の盾ですわ。ダダ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 ダーン。これを手に入れるためにいろんなことをしてきました。ほんまにもう殺人とか犯罪以外は全てやったんちゃうかって思うぐらいね、全てをやってきました。そしてようやく手にした銀の盾。へー、こんな感じなんや。うわ、すっげえな。こうね、 YouTube って書いてあって、でチャンネル登録10万人、拓蔵元教員の Vlog って書いていただいて、まあ、本当にね、初期の頃から見ていただいている方もいらっしゃれば、いや最近見たよっていう方もいらっしゃるんですけども、この銀の盾、僕ちんもようやく届きました。本当にありがとうございます。皆さん本当に助かっております。でね、この銀の盾はね、僕の教え子とかにもね、ちょっと見させたいなと思っておりますので、学校の先生にね、ちょっとお送りして、子供たちにね、授業でね、使ってもらえたらなと思います。銀の盾、生でお前見たことあるかと、でなかったらこれ見したるぞって言ってね、見していただければいいかなと思いますので、まあ、この後ねすぐにもうお送りするので、僕の手元にはしばらくないんですけども、まあ、これは皆さんのおかげで取れたということなんで、本当ありがとうございました。ではね、今年のね、目標をねお話ししていこうと思います。2022年の目標っていうのをね、まだこのメインチャンネルでちゃんとお伝えしてなかったんですけども、まあ、目標というかね、企画が実はあるんですよ。で2つあって、まず1つ目は何かというと、ポップアップをね、東京と札幌会場でするということがありまして、今日本全国5大都市を回ってるんですが、現在大阪と名古屋は終わってます。で横浜やろうと思ったら、横浜場所がないんですよ。だから横浜はちょっとボツにさせてください、申し訳ないです。でもシールとかね作ってるんですよ。こんな感じでね、来ていただいた方にはね、大阪のシールとか名古屋のシールとかお渡ししてるんですけど、横浜の分も作っておりますし、札幌の分も作っておりますし、東京の分も作っております。なのでこれはまた、あの、来ていただいた皆さんにねプレゼントさせてもらうんですけども、まあ、ここの辺に今出てるかな、こんな感じのイラストも決まっておりますし、シールもあります。だからね、また、まあ、あのポップアップでねお会いできればなというふうに思います。一応時期的には3月の下旬ぐらいに考えてたりしておりますので、まあ、まだメインチャンネルでね、まあ、おいおいねお伝えさせていただきますので、ぜひぜひ来てくださいということになっておりますのが、まず1つ目ね。で次の2つ目っていうのは何かっていうと、2022年から始動する、この4月から始動しようと思ってるんですけど、何かというと、拓蔵日本一周企画というのを考えております。でこれはですね、なんでお前日本一周するのっていうことやと思うんですけど、まあ、僕ねこうやって10万人行かせていただいたということで、まあ、僕の視聴者さんって今全国にいてくれてるんですよ。だからね、その全国の視聴者さんに会いに行くっていうのが一番の目的で、まあ、北海道の人もいてるやろうし、岩手の人もいてるやろうし、ぐっと下がって東京とかね、大阪、名古屋で、九州、沖縄までね、もう全部回ろうと思ってます。まあ、全員の視聴者さんとは会われへんねんけども、一応47都府県全部回るんで、まあそこでね、視聴者さんと夜ご飯でもね、飯食いに行って、なんか拓蔵のこんな動画見てたよとかね、拓蔵のこんな動画で感動したよとかね、いろいろそういうの教えてもらって、ほんまに直で、普段はこうやってオンラインでね、あのネットばっかりでやってるんやけども、実際オフラインで会ってね、あの対マンで喋ろうやないかというところで、まあ実際お会いさせていただいた方にはね、こういったステッカーもご用意しております。これは今回ゴールドバージョンでお作りしておりますので、ゴールドでね、日本一周っていう風に旗を掲
げてバイクでね僕と嫁蔵が2人乗りしてるという様子なんですけども、嫁蔵に関しては来る県もあれば来ない県もあります。だからまあ僕はね全部47都道府県全部行くんやけども、まあ、嫁蔵はねいるかどうかちょっとわからんっていう感じで思ってもらったらいいと思うんですが、あの詳細はね随時4月からガーッと回っていって、インスタグラムでねこの県行くんで富山行くんですけどいてる人いてますかとか、もうインスタグラムのストーリーとかでバンバン上げていこうと思っておりますので、ちょっと会ってみたいなっていう方はねインスタグラムフォローしていただければ嬉しいですし、いやいやちょっとそこまで待たれへんと、もう今のうちにもう予約しときたいんやっていう方は下の動画説明欄にね応募フォーム作っておりますので、そこからね、まあ、何々県の誰々って言うんやけども一緒に飲もうやないかと、で卓蔵のためにやったらいつでも俺時間空けるでっていう方がいらっしゃればね、下から教えて、あの下の応募フォームからね送っていただいても嬉しいですし、まあそれ以外にやったら会いたくはないんやけどもおすすめの場所あるからそこ行ってよっていう方はね、あのまあもちろん動画にすると思うのでおすすめの場所もね同じく下からね教えていただければ嬉しいかななんて思いますので、ぜひぜひお願いします。まあただ4月からね日本一周行くと言ってもですね、一応47都道府県制覇する予定なんで一気には回りません。一気に回っちゃうとねほんまに3ヶ月か4ヶ月ぐらいね音信不通になりますので、あの動画一切出せないということになりますので、まあ例えば九州は1週間行って一旦帰ってきて、でそこからまた動画作って次にまた北海道行って1週間ぐらい行ってまた帰ってくるみたいな感じで、まあ4月からスタートして、まあ秋口ぐらいまでかけて半年ぐらいかけて47都道府県を全部制覇していこうかなというふうに思っておりますので、まあ場所によったらね九州は春先に行ったけども東北の方は夏終わりに行くみたいなことがあったりするとは思うんですけどもね、まあ直接会って視聴者さんに感謝の気持ちを伝えないなと思いますし、あとまあその土地その土地のねうまいもんってありますよね、そういうのはねぜひ卓蔵これ食べさせてあげたいと、これ卓蔵に食わしてあげたいやんっていう方がいらっしゃったらね、僕はぜひいつでもご馳走になる覚悟があります。でまあそうやってお会いさせていただいた方にこのステッカーを渡しさせていただきますし、これねもう47都道府県の方にしか合わへんやろと思って100枚ぐらいしか作っておりません。なのでまあ47都道府県でまあかける2枚やとしてもまあ100枚いらんかなと思ったんで、ね、一応100枚ぐらいしか用意しておりませんので、もうあった方だけにねプレゼントさせていただこうと思っておりますし、あとまあシールだけじゃなくてねこうチェキとかもねできたら面白いなと思ってね、チェキも買おうかなと思ってます。昔のこうチェキでね取ってでそれをねプレゼントさせてもらえたらいいななんて思っておりますので、まあそんなことで2022年はね、日本一周企画っていうのと、あとはまあポップアップですね。これポップアップは2021年の企画なんですけどやり残してるので、それは今年もやります。きっちりやると言ったらやるんだ、そういう男なんだっていうところをね見せていきたいなと思うんですけども、そんなこと言いながら、横浜はやりません。なんでかって場所がないからそこは許してよね、ごめんなさいねっていうことで、横浜楽しみにしていただいた方はね東京で来ていただければね横浜のシールもお渡しします。ちょっと俺横浜の分も欲しいんやけどって言ってもらったらね東京のシールと横浜のシールもお渡しますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいということで、本日の内容やったんですけども、まあ本当にね10万人こうやって立っていただけるところまで続けさせていただいたっていうのは、まあ本当に視聴者さんあってです。ゴミ出しのシーンとかでもね喜んでいただいたりする方もいらっしゃれば、夫婦の Vlog が楽しいって言っていただける方もいらっしゃる、それ以外にはファッションのレビューが見たいっていう方もいらっしゃる、もういろんな方があって僕はようやくここまで来れました。だから本当に感謝してるなっていうところで、まあ本日10万人の動画ということになっております。まあなので最後にね日本一周企画に関してはインスタグラムで随時発表するし、なんかもう先に連絡取りたいっていう方はね下の動画説明欄の応募フォームから応募してください。そしてポップアップについても動画でこのメインチャンネルでもセカンドでも両方でもバンバン発信していきますので、品質が決まり次第ねまた来ていただければ嬉しいかなと思いますので、本日はですね銀の盾を開封してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。